まるよ。こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がリサイクルショップで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。この前紹介したものの動作確認ね。ああ、今回はこの前紹介したこれらのもののうち、プレステ2のアウトモデリスタの動作確認をするぜ。これは実写ベースのレースゲームとしては珍しくグラフィックが分調なんだっけ。うん、走行中の演出もちょっとアニメっぽくなっててリアル思考のレースゲームとは一味違う感じらしいです。まああとはやりながら見ていきましょう。あと今回は本当に動作確認程度にちょろっとプレイしただけなのでそこはご了承ください。ってなわけでスイッチオンです。アイキャーチ。で無事起動しましてデータを作成したら、まずはこんな感じのオープニングムービーが流れました。うん、文章でもなかなかかっこいい感じね。ああ、もっとアニメした感じなのかと勝手に思ってたんだけど、なかなかスタイリッシュな感じだな。まあでも風を切る表現やブレーキかけた時にタイヤから出る波みたいなのはアニメっぽい雰囲気よね。うん、あくまでも実写のイメージは崩さない範囲でアニメっぽい雰囲気出してるって感じなのかな、わかんないけど。まあムービー全部見てると長いのでちょっとカットしてこちらがタイトル画面です。でボタンを押しまして。こちらがメインメニューです。メニュー画面もスタイリッシュな感じね。そうだな。で一番上のガレージライフってのが車を自由にカスタマイズしながらいろいろなレースに参戦できるメインのモードで、アーケードはすぐにレースに参加できるモードで画面に分割で2人対戦もできて、VJ シアターってのはリプレイデータの鑑賞やオリジナルのリプレイ映像を作成できるモードで、ネットワークでは当時ならモデムを使用し、全国のプレイヤーたちとレースやコミュニケーションが楽しめたようです。へぇ、ネットワーク対戦にも対応してたのね。うん、PS2 でカプコンのレースゲームって割と珍しい気がするんだけどこれは当時結構力入れてた感じなのかな、わかんないけど。で残りの項目は今覗いてるオプションって感じです。難易度設定は特になさそうな感じかしらね。うん、オプションはコントローラーの設定やら画面やサウンドの設定やらって感じだったな。ってことで今回はメインモードのガレージライフをちょろっとやってみます。でどうやらまずは自分のガレージに名前つけるところから始めるようです。ガレージの見た目もだんだん変わっていったりするのかしらね。うん、ガレージにもいろいろ飾り付けできるみたいでレースを進めていくとガレージにおける装飾用のアイテムも増えてくっぽいです。でガレージにどんな名前つけるか結構悩んだんですが英語でウプガレージとしておきました。いや、アップガレージって実在のカー用品店と被ってるじゃない。そちらはユーズドパーツの略でアップガレージで、こちらはウプ主の略でウプガレージです。そこ違ったとしても綴り一緒なのよ。まあ実在のお店の方は間にハイフン入ってないし全くの別物なので問題なし。でお次はガレージタイプをプレハブ風かコンクリート壁かログハウス風か選ぶんですがここはコンクリ壁にしておきました。お、今度はメーカー選択ね。登場メーカーは無印だと国内メーカーだけみたいなんですがアウトモデリスタ US チューン部の方だと海外メーカーもいくつか追加されているようです。けどなんかこれでもスズキの下に知らないメーカーあるわね。ウィキペディアさんによりますとトミーカイラはかつて日本の京都府京都市に存在した自動車メーカーで、富田夢工場が製造、販売を行っていたチューニングカーのブランド名だそうです。あとはシークレットになってるところはドームと三岡自動車だそうです。なかなかマニアックなところも収録されてる感じなのね。でまあいつでも車は乗り換えられるっぽいので最初メーカーはホンダにして、車種はウプ主が当時一番乗りたかったシビックタイプ R にしておきました。そういやウプ主何気にスポーツカー好きなのよね。まあでも走りってよりはどっちかっていうと見た目が好きって感じだったのでスポーツカー乗ってた時もオートまで乗ってたけどな。てか多分もう練習しないとまともにマニュアル運転できないっす。まあ今の時代結構そういう人多いだろうけどね。でまあこの後は車の名前だったりナンバーだったり適当に決めまして、こちらがガレージライフモードのメニュー画面です。うん、このガレージに車が収まってる感じいいわね。ああ、こういう自分専用ガレージってやっぱ憧れるよな。
ちなみにガレージチューニングってところからガレージの模様替えができて、そこでなんか装飾用のアイテムを置いたり壁にポスター貼っつけたりできるようです。でとりあえず今あるものを適当に配置してみました。うん、レース後回しでガレージいじってたのね。ウプ主さんこういうの好きなもんでつい。まあとりあえずガレージいじるのはこれくらいにして、お次は車のチューニングしたんですが、車のチューニングはここにパーツ選んで細かく設定もできるし、ウプ主みたいにあんま細かいことようわからんって人はイージーチューンアップっての選んどけば、どのコース向けに設定したいだとか、加速と最高速どっち重視にするとか、ドリフト重視かグリップ重視かとか選ぶだけで勝手にチューニング決めてくれるみたいです。へえ、それなら初心者でもチューニング困らなそうね。うん、慣れないうちはイージーチューンアップでチューニング決めて、慣れてきてそれだと物足りなくなってきたら自分で細かくいじるってのでも良さそうだよな。あと選べるパーツはお金で購入するとかじゃなくて、レース進めていくと徐々に勝手に増えていくって感じみたいです。アイキャッチ。ってことでまあそろそろレースの方参加していきましょう。レースにはレベルがあって、各レベルにはレベルクリア条件があり、その条件を満たすと次のレベルのレースに参戦できるようになるとのことです。レベルごとにクリア条件が変わってくる感じなのね。うん、まずはレベル1では用意された3つのレースのうち1つで優勝すれば次のレベルに行けるっぽいな。ってことでとりあえずレースは最初にカーソルの合ってた裏6個を選択して、ミッションはマニュアルで行ってみます。オートマにしといた方がいいんじゃないの？そこはまあケースバイケースで。ってことでレーススタートです。てかあれよね、やっぱ思ったより硬派な感じっぽいわね。ああ、グラフィックがブーンレンダリングだって以外は割と正統派なレースゲームって感じだな。操作感的にはどんな感じ？ここ最近他にこの手のレースゲームやってないから他と比べてどうかってのは正直あんまよくわからないんだけど、なんかちょっと曲がりづらいってかハンドルめっちゃ切っても車滑ったりスピンしたりしづらいって感じかな。そうなのね。まあ車や設計部によってもまた変わってくるんだろうけど、ネットで軽く調べた感じだと車の駆動方式や設計部に関わらずやっぱ全体的にタイヤ滑りづらいっぽいです。ただ US チューン部の方だとだいぶタイヤ滑りやすくなっててそちらの方が実際の車の挙動に近いっぽいです。そういや購入品紹介の時に US チューン部の方がより実車に近い挙動になってるとか言ってたわね。まあ自分でやり比べたわけじゃないしどの程度違うのかはようわからんけどな。ちょっとやり比べてみたいけど US チューン部は今買うとちょっとお高いし。US チューン部の方は今だとまあまあいいお値段するのよね。てか挙動の違いがどうとかいう前にそもそもあんままともに走れてない気がするわね。ウプ主の場合これに限らず初めてやるレースゲームは慣れるのにかなり時間がかかるので仕方なし。てか言うて初見一発目のレースなんて常人は大体みんなこんなもんやろ。いやまあそこは人によるとしか言えませんけどね。とりあえずさすがにレベル1なので CPU もまだ弱々だからこんなぐっちゃぐちゃな走りでも1位取っそうなのでよし。ここから上手くなる未来があんま見えないんですけど、さすがのウプ主でも何度も何度も走っていけば多少は走れるようになってきました昭和。まあでも最初にも言いましたが今回は本当に動作確認程度にちょこっとプレイしただけなのでここからほとんど上達しませんでしたが。うん、ってことはプレイ中ずっとこんな感じでガチャガチャ走ってたわけね。いけませんかね。いや別にいけなかはないけれども。まあかっこいい走りが見たい方は他の人が上げてるプレイ動画でも見るか自分でプレイして頑張るかしてください。うん、相変わらずの人任せ。我らがウプ主さんにかっこよさを求めてはいけません。ってことでまああんな走りでも1位でレースを得られたのでとりあえずはレベル1の条件は達成です。これで次のレベルが解放されたわけね。アイキャッチ。ってことでレースが終わると車や車のパーツやガレージに飾るアイテムが増えたりなんだりしまして。その後はレベル2に行く前にレベル1の他の2レースでも1位を取っておきました。で続けてレベル2に挑戦したんですがなかなか勝てなかったので、車乗り換えたり設計部変えたりなんだりしてどうにかレベル2も条件を満たし、
レベル3も同様にあれこれやりながらどうにか条件を満たしていき、レベル4までやってったんですが、レベル4はうぷ主にはちょっと厳しくて、なかなかどのレースでも1位出されず条件満たすのに時間かかりそうだったので、今回はここまでとしておきました。これってレベルいくつまであるの？レベルは1から6まであって、6の次にファイナルってのがあるようなので計7レベルかな。じゃあまだ中盤で手こずってる感じだったわけね。うん、これうぷ主が最後まで行くにはなかなか時間かかりそうなので、今回はちょっと早めに切り上げました。まあでもこの後ここまで出て手に入ったアイテムでサイドガレージいじったり、ステッカーも自作できるようだったので、ドットへのうぷ主書いてみたりして、レース以外のところで結構時間使ってしまいましたが、うん、早めに切り上げた意味よ。こういうの楽しくてつい。ちな、せっかくなので作ったステッカーはエアロパーツつけたインテアールにペタペタと貼っておきました。いや、せっかくかっこいい車がステッカーのせいでクソダサくなってる。まあとにかく本当にだいぶざっくりとでしたが、アウトモデリスタはこんな感じのレースゲームでした。やっぱ思ってたより割と硬派なレースゲームって感じだったわね。うん、もっとアニメっぽく派手な感じなのを勝手に想像してたんだけど、個人的にはグラフィックがブーンレンダリングなとこ以外は正統派レースゲームって印象でした。まあでも想像してたのとはちょっと違いましたが、これはこれで楽しかったのでよしです。ってなところで今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.